はい、こんにちは、コンティニューです。それではペナントレースの方をやっていきたいと思います。第2戦目ですね。千葉ロッテマリーンズとの一戦をやっていきたいと思います。前回はですね、幸先のいいスタートを切ることができたので無事勝てましたが、今回調子が悪い選手が多いな。ちょっとがっつり変えていきましょう。花丸ちゃんが調子がいいね。チカちゃんも調子がいい。セイラさんも調子がいいですね。そして本日ですね、2月の23日に撮影してるんですが、シャロンのですね、福岡県の小倉市で開催されてますファーストライブが行われる日です。この後ですね、行われるんですが、自分が今日は仕事なので残念ながらですね、参加ができないんですけれども、この動画をですね、ご覧になっている方で参加されている方も、参加された方もですね、いらっしゃると思うんですが、ぜひね、皆さん楽しんでください。で、先発ピッチャーなんですが、しずくちゃんをいきましょう。チコちゃんは休ませましょうかね。さあ、といったメンバーでやっていきたいと思います。西武プリンスドームです。高校チーム対千葉ロッテマリーンズ、1回戦の模様をお送りいたします。高校チームの先発はルーキーの雫石、対するマリーンズの先発は右の唐川、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは加藤。第5球投げた、高めの球、見逃し三振。あ、鈴木ちゃんも試合を投げてるんですね。打った、ヒットになります。うわっと、ボールは中継、荻野ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番角中、投げました、打ちました、ショートの頭上フラフラっと上がっている、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。さあ、4球目打ちました。あっと、落ちた。一塁送球セーフ、記録はヒット、記録はヒットです。高校チーム先制のピンチを迎えます。バッターは5番鈴木。うわー、どうしようかな。第5球投げました、打った、ヒット。うわー、大津さん、ライトバックして取って、これで3アウトチェンジ。雫石、2アウト1塁2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者カズノ、プロ入り初打席を迎えます。打ちました、センター、セラさん初打席だったんだ。掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番上原。さあ、5球目、コムちゃん頼むよ。打った、うわ、いい当たり、取りました。うわ、これで2アウト、伸びすぎた。右バッターボックスは高見、チカッチ打った、打球はレフト浅いところ、取りました、これで3アウト。唐川、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは中村、打ちました、勇気、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第5球投げました、打ちました。今現在ですね、コロナウイルスが、これで2アウト、ランナーありません。国内でも右バッターボックスには田村、投げました、かなりの感染された方がね、確認されて、3アウトチェンジ。ここ最近では福岡と熊本で感染された方がですね、発見されて、どんどん増えてきてますし、打ちました、アメリカの方でインフルエンザが流行ってるというですね、ニュースがあったんですが、ここ最近の研究者の分析によりますと、あのインフルエンザは実はコロナウイルスだったんじゃないかというですね、噂が出てるんですよ。投げた、
流し打ち、どうだ、井上、怖いっすね。ゆうき、いいマッチングを見せました。小鳥ちゃんがさあ、ツーアウトから先制のランナー、ギャルバージョンの小鳥ちゃんになってるんじゃないかな。第3球を一番最初に切った小鳥、おーっと、カナンちゃん入るか、これはヒットになります。さあ、帰ってこれるかな。止まってしまった。松浦、ツーベースヒットを放ちました。プロ初打席はツーベースヒットということになりました。カナンちゃんプロ初打席だったの。さあ、花丸ちゃん、ここは流し打ちかな。投球はこれから3球目。いやー、打ち上げた。くー、でこれで3アウトになります。2塁3塁にランナーを置きましたが、先制点を挙げられませんでした。両チームヒットに本数。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番大見、低め見送って、いやー、出してしまった。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第5球投げた、3バント、ピッチャーが左へ転がした。ピッチャーから1塁送球、1塁アウト。これはアウトです。あー、やっぱりだ。小鳥ちゃんがめっちゃ日焼けしてる。第5球投げた、打ちました、フラフラッと上がった。ファームで頑張ったんでしょうね。ショート落下点、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、打ちました。わっと危ねえ。これは守備範囲内、あーっと送球された、危ねえ。アウト、3アウトチェンジ。雫石、ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。結構ピンチが続く。高校チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。さあ、金田ちゃん、先頭バッターはカナ。うわ、ワンチャンスあると。投げました、打ちました、センターへの打球、OK、ボールは中継。さあ、このランナーを大事にしていきたい。カナ、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。投球これから2球目、バントしました、ピッチャー正面に転がった、やばい、1塁へ送る、アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。高校チーム、先制のチャンスを迎えます。さあ、6球目、2塁ランナースタート。マジか、タッチしてアウト、ボール失敗に終わりました。よくバッター。西武プリンスドームからお送りしております。てか、ペーニャ懐かしいな。試合はこれから4回に入ります。先頭バッターは DH のペーニャ、打った。ホークスにいましたからね。1塁送球、アウト。ペーニャ、いい当たりでしたが、ショートゴロに終わっています。これではストレート、外れてフォアボール。わあ、大地を歩かせてしまった。フォアボールです。見逃しの三振、ナイス。バッターは7番井上、第1打席はセカンドフライに倒れています。流し打ち、ボールはライナーでライトへ、取ってくる、3アウトチェンジ。4回の表が終わって0対0、マリーンズ、この回も得点を挙げられませんでした。高校チーム、この回はクリーンアップからの攻撃になります。んですけどね、先頭バッターは3番高見、第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、打った、落ちろ、センター前に出る、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番マーキー、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げました、打ちました、鈴木掴んだ、金川取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。それちゃん投げました、打ちました、うわ、井上ボールを掴んだ、ベースカバーに入る、金川取ってアウト、スリーアウトチェンジ。高校チーム、クリーンアップを三者凡退で抑えられてしまいました。めっちゃ投手戦。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは田村、第1打席はセンターフライに倒れて、いい球、見逃し三振、内側いっぱいに決まった、会心の当たり、オッケー、アウト。大見でいい当たりでしたが、ショートゴロに終わっています。これで2アウト。うわー、いい球、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振、進化が切れてますね。高校チーム攻撃に入ります。さあ、さくらちゃん、この辺にヒットを打ってチャンスを作りたい。投げた、アウトコース低め、空振り三振、最後は146キロストレート。さあ、ここで何を仕掛けてくるでしょうか。野球、野村監督じゃん。第3球を投げた、打ちました、サード右横のフライになりました。掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番丸、第1打席はライトフライに倒れています。インコース、よし、勝った、クリーンヒット、丸、いいバッティングを見せました。さあ、2アウトから先制のランナーが出ました。バッターは9番カナ、どうしようかな。さあ、ここで監督はここで来たか。第5球投げた、ストライク、見逃し三振。前半が終わりました。守備で使ってもらったのは嬉しい。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは荻野、外れました、フォアボールです。ストレートのフォアボール。
第2球荻野スタート、マジか、キャッチャー二塁送球間に合った、ランナーを詰められてしまいました。完全に盗まれた。レフト角中、追い込んでから投げた、打ちました、雫石取った、よしよしよし、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。次が4球目、投げた、危ねえ、低めのボール引っ掛けた、フラフラだった、マーキー落下点に入った、取りました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。よしよしよし、いいよ。第6球を投げました、ナイスボール、うお、全然回転しない、雫石ノーアウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。高校チーム、この回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは指名打者カズノ、第5球投げました、インコース低め、空振り三振、2者連続三振、次が5球目、いいよ、打った、ショートの頭上、ショート落下点に入りました、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番高見、今日はレフトフライとセンターフライ、打ちました、ファーストの頭上をフラフラっと上がっている、取りました、やばい、全然打てん、西武プリンスドームからお送りしております。バッターは代打井口、通算250号に王手をかけています。井口がまだ現役が、わあどうしようかな、スタミナがある選手がいいんですよね、ルビーちゃんかな。高校チームピッチャーを変えてきました。さあ投球は5球目、投げました、見逃し三振、いい球、バッターは7番井上、今日はセカンドフライとライトフライ、投げました、インコース引っ張った、一発があるから、どうだ、危ねえ、井上ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。マリーンズダイソー投入です。清田一塁に入りました。右バッターボックスは8番田村、今日はセンターフライと三振、第5球投げました、チェンジアップ、やべえな、バッターは9番大峰、今日はフォアボールとショートゴロ。さあこの対決に集中します。次は4球目、投げた、打った、流し打ち、南バック、うわマジ、大峰いいバッティングを見せました。高校チームなおもピンチが続きます。満塁のピンチで迎えるバッターは加藤、高校チームここは外野フライも避けたい場面です。そうなんだよな。第3球を投げた、打った、三遊間、うわ抜けた、マジか、やばいな、得点が入りました、1対0、完全に流れが相手側だ。マキちゃん守備範囲めっちゃ広いやん。さあワンアウト満塁という場面で荻野、第6球はナイス、バッターは3番角中、うわ満塁かよ角中。第6球をランナー自動的にスタートしました、よし、三振、7回の表が終わって1対0、高校チームここで先制点を奪われました。ナイスルミちゃん、さあここは守備を変えてくるようです。投球これから5球目、打率めっちゃ悪いねマキちゃん、おっと出たよ、バッターは5番ミナミ、今日はショートフライとファーストゴロ、マジか、サードできる選手いたっけ、あーエマちゃん、いやーダイヤちゃんがいるか、しかも足速いな、リナちゃんを出しましょう。高校チームダイソーを起用します、リナ、さあどうしようかな、送りたいけどどうかな。第4球を投げた、打ちました、ナイス、おお、しかも三塁に、ライトからサードへ、南ナイスバッティングです、初安打、右バッターボクサー6番結城、高校チーム最悪でも犠牲フライが欲しいところ、さあ刹那ちゃん、さあ監督ここで何か仕掛けてくるでしょうか、第5球投げた、低めボール球、さあこれは犠牲フライに十分だ、ヒット、センターからセカンドへ、高校チームゲームを振り出しに戻しました、
晴らしい。もう目をつぶったまま完成で打ちましたね。ノーアウトランナー二塁三塁となりまして松井高校チーム最低でも外野フライが欲しい局面。打ったボールはライナーでライトへ。うわーっとタッチアップ。まあ、そして応援が設定してなかった。しまった。高校チームここで勝ち越しました。2対1。唐川今日は安打を放っています。リュウシが次が4球目投げた打ちました。ガッと打ち上げてしまった。レフト左へのフライですが掴みました。これで2アウトランナーは2塁変わりません。いやークソ応援チャンピオン設定した。スライダー見送ってフォアボール。有吉ストレートのフォアボールを与えます。設定しないとな。第5球よし投げました。おーっとこれは伸びた伸びていったライトを見上げたホームラン。素晴らしい。今シーズン第1号スリーランホームラン。ライトスタンドへ飛ばしていったストレートを狙い撃ち。今チームメイトが迎えます。いや完璧な当たりでしたね。左バッターボックスは2番上原。さあ4球目打ちました。モテモテのファーストゴロ。井口一塁ベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして5対1。高校チーム4点リードに変わっています。さあ守備固めをしようかな。さあここは守備を変えてくるようです。8回の表これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のペーニャ。高校チームピッチャーを交代します。さあリアちゃん。さあ監督ここで何か仕掛けてくるでしょうか。第5球情熱半端ねえ。うわ情熱が半端ない。さらに伸びていく。えぐっ。ランナーおらんでよかった。レフトスタンドへ吸い込まれていった。ストレートを完璧に捉えられました。いやー危ねえ。左バッターボックスは5番鈴木。そうだリアちゃんの眉毛の色も変えようと思って続いてました。流し打ちどうだ。ライナーがヒットになります。鈴木いいバッティングを見せました。右バッターボックスは6番井口。あと1本で250本塁打となります。うわーめっちゃ打たれる。ヒットボールは中継。井口ナイスバッティングです。今シーズン1本目のヒットが出ました。誰だパラです。第4球を投げました。打ったかなボールを取る。うわ危ねえ。二塁フォースアウトセーフ。ダブルプレーはなりません。パラです。いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。うわここで来る。勝負に出ました。第4球を投げた。打ったいい当たりだ。レフトへ行った。うわーヒット。三塁ランナー入るかな。マリン点か危ねえ。縮めました。田村タイムリーツーベース。高校チームなおもピンチが続きます。先ほどヒットを放っている大峰。大峰はねそんな一発はない。投げた空振り三振。よしよしよし。高めの変化球でスイングアウトを取りました。第3球を投げた。よしよしよし。ショート後方勇気交代。余裕があります。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。危ない。8回の表が終わって5対3。マリー点差はまだ分かんないですね。高校チームこの回はクリーンナップからの攻撃になります。さあ監督ここで何か仕掛けてくるでしょうか。第5球投げた打ちました。ショート右横のゴロ。ショートから一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。先ほどからダイソーで途中出場しています。ナイス。ライナーやった。リナいいバッティングを見せました。有吉降板。左の松永バッターは5番ミナミ。第1球リナ走った。これはストライク。ボールを2塁へ送った。盗塁成功。早い。リナ今シーズン初盗塁を決めました。素晴らしい。投球これから5球目打ちました。あっと引っ掛けた。ファーストの頭上。
取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。めっちゃ変えてくるよ。ヒットを放っている勇気。投球これから4球目。外角見送ってフォアボール。よしよしよし、いいよ。ストレートのフォアボール。第5球投げた、打ちました。1、2塁間のゴロ、セカンドから1塁送球か。1点欲しかった。結局2者残塁です。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは荻野。高校チーム、このバッター守護神を呼びましょう。高校チームピッチャー交代です。カズオ降板、ルーキーの対馬。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。第5球投げました、打ちました。かなり噛んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは角中。投げました、打った、セカンド。よしよし、いいよ。一塁へ送る、アウト。勝利まであと1人。バッターは DH のペイン。三振取ろう。監督は勝負に出ました。第4球を大丈夫でしょう、さすがに。投げました、内角球。よっしゃ、空振り三振。バットが空を切りました。高校チーム2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。いやー、セガさんのホームランが本当でかかった。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は、はい、というわけで2戦目無事勝つことができましたね。はい、ということで次回は西武との一戦かな。ですね、次回は西武との試合でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。ポンデューでした。